ヤッホー、せやです。今回はですね、にっちゃんが拗ねて可愛いっていう動画を撮ろうと思います。ちょっとまた今回もくだらないんですけども、やっぱりんちゃんってね、拗ねるとものすごく可愛いんですよ。で、どういう企画をするかと言いますとね、僕たち基本的にアニメがすごい好きで、りっちゃんも一緒にアニメ見るんですけども、前に僕がアニメとかを先に全部見たことがあっちゃって、そしたらりっちゃんめっちゃ拗ねたんですよ。で、一緒に見るって約束したじゃんみたいな感じになって、その時すごく拗ねて可愛かったんですよ。それちょっとふと思い出して、ちょっと今回それをやって皆さんにね、ちょっとりっちゃんの可愛い姿を今回も見せようかなって思います。ねえ、いっちゃん、どっか出かけるべ。どこ行くっていうか、まあ出かけようかな。せっかく天気いいしって思ったけど、まあ、とりあえずこっち来てくれ。とりあえずカモンヒエ、カモンヒエ。いや、今さ、ネットサーフィンやってたんだよ。ネットサーフィンってここにすればいいじゃん。まあ、とりあえず出かけようかどうしようか悩んでるからさ、まあ、ここで喋ろうぜ。暑くない？ここだからさ、そっちの方がすごい涼しいね。まあ、自分の基地そっち行ってくれよ。キッチンもいいけど、ここにいてくれ。あれ、ベルトでかかってきちゃう。待って、ならベルさん持って連れてきて。どうすんの？どっか行くの？あ、どっか行こうかなと思うんだけど、どうしようか。よいしょ。いや、なんか出かけるかどうしようかなって悩んでて、まあ、暑いからさ、家にこもってるのもいいかなと思うけどさ、クーラーつけるのもったいないじゃん、これで。クーラーつけるほど暑い。暑い。もう暑くて溶けちゃいそう。俺アイスクリームだから。舐めていいぞ。俺の舐めていい。俺舐めてるよ、ラベル。俺舐めてる。アイスクリーム。舐めていいよ、ここ。俺のここにちゃう、アイスクリームだ。かわいい。なんか痩せて可愛くなったんじゃない？美女いいよ、美女。なあ。美女いいよ。美女いいよ。ビジュいいから座っていいかい。ビジュいい。いや、だからまあ、いや、出かけるか、それか、たまったアニメでも見ようかなと思ってるんだけど、鑑賞会。いつもさ、夜寝る前見てるけど、なんか、今日だってそれでもいいかなと思ったけど。まあ、私、どっちでもいいよ。なんか、外に出かけて、気分転換したいっていうんだったら、外に行ってもいいし、そしたら私、買い物とかするし、買うの、食材の。え、見たいのある？だって。俺は見たいのはあれだな、多分新しいの出てると思うんだけど、パリピ孔明一緒に見てるじゃん、あれの5話見ようかなと思って。5話？うん。え、5話もう出てんの？次5話じゃん、みんな。え、違くない？次4でしょ？え、5だよ。え、4でしょ？え、だって私まだ4見てないよ。3で止まってるよ、私。え、一緒に見てたじゃん、だって。え、一緒に見てたじゃん。でも一緒に見てて、だからあれあの回見たでしょ、え、知らないよ、見てないよ。え、見てない、絶対見てない。私だって3話でライブしたじゃん。ライブしたよ。え、じゃそれ一緒に見たじゃん、一緒に見たよね、で、その次だって。え、知らないよ。え、ちょっと言わないでっていうか、いや、まあまあ、ネタバレはしてないけど、ただ普通に。え、見たのじゃん、え、4話。え、一緒に見たよね。見てないよ、4話見たの。え、見たよ。で、今5話出てんの。え、次5話じゃない。嘘でしょ。え、見たんだ。え、ひどい。嘘、いつも一緒に見ようって言ってたのに。ごめん。え、いつもそうやって寝る前に放送される時にいつも見てたじゃん、ベッドの中で。うん。なのに先に見ちゃったの。一週間に一度の楽しみをさ、一人で楽しんで見ちゃったの。え、ごめん、なんか、え、ごめん。え、ひどいね。そういうさ、楽しみをさ、共有しようよ。だからもう一回見ればいいじゃん、別に。いや、そういう問題じゃなくて、違うんだよ、そうじゃないんだって。初めてを一緒に見るからいいんじゃん。だからそこで、それで、あ、ここのシーン面白かったねっていつもさ、そういう風に言ってるじゃん、お互い二人で。楽しかったね、面白かったねって。すねんなよ。ひどい、本当に。なんか最近そういうの多くない？記憶消せばいいの、そんなこと言ったら。え、じゃあスタンガン買ってきて。スタンガン買ってくるの？その時の記憶を消す。スタンガン、これガーってやって、お前ーっつって、ピピピピピピピ、この日の何時のこれを消すって、ピピピピして、コントローラー2つから、お前はもう死んでいる。何やってんの？違うよ、記憶を。北斗神拳だろ。知ってる、知ってるけど。あ、すごい白くなったね、綺麗だね。話を反らないで、話を反らすな。確かそれなんか言わないで、言わないで、言わない
で私楽しみにしてるんだから。あれでもね、めっちゃ面白かった。私は悲しいよ。ほんまに顔が悲しそうだね。だって悲しいもんだって。一緒に見たかったのになって。じゃあいいよ、そんなことするんだったら私一人で見に行っちゃうよ。なんか何で映画一人で。俺その先に見に行く。なんでだからもう残念だじゃない。いや、気持ち的にどういう感じなの。例えばさ、初めて付き合いました、どっか旅行します、あ、みっちゃん初めてだったと思ったのに、俺はあ、前も男の時来たことあるよみたいな、そんな感じ。気持ち的に殺欲殺意ばっかりちゃみたいな。え、初めてじゃねえのみたいな。え、じゃあ場所変えようってなる。場所変えようちょっとね、そんな気持ちってこと今。そう、そういうこと、うん、そういうこと。初めて行った。え、違う、そうだから、え、一緒に行ったよねみたいなこと言われて、でも自分は一緒に行ってないから何のことみたいな、すれ違いが起きてるみたいな。すれ違いが、前の元カノだったみたいな。あ、なるほど、ね、そんな気持ちだよ今すごく、うん、悲しいよ。俺りっちゃんと沖縄行ったことあったっけ。あるよいいよなあるじゃん。本当はないよな一緒に行ったじゃん修学旅行で。俺ここのホテル泊まってみたいなと思ったら、あ、これ前泊まったことあんだとか言ってたろうねこれでおわいこじゃいこ。おわいこじゃない、全然違う、話が違うでしょ。まあ、すねんなって。すねんなってじゃなくてさ、それに私がどんどん追いつけなくなっていくんじゃん話に。 Hey DJ、 うざい、なんでそんなうざいキャラでいられるのずっと。まじすごいと思う本当に。なんか、ずっとい神経してんね本当。分かった、嘘だって。ごめんごめん、もうやだ、ごめんって。違う、じゃあこれ動画撮ってんの。嘘だって何だ嘘。え、見たんでしょ。違う、聞いて。今回やった企画は一緒に見るって約束してたアニメを俺先に見てたら、じゃあ拗ねるじゃん。だからそれ言ったらどんな反応するのかなっていうのを撮ろうかなと。前にさ、そういうことがあったらすげえ拗ねて可愛かったから、それを皆さんに見せたいなと思って今回こういう動画撮ってたんです。意味わかんないマジでえ、でも実際4を俺見ちゃったんだよね。本当に本当に言ってんの本当に見ちゃったこれ。え、本当に見た。最低、本当にこれ嘘じゃなくて本当に見てたんです。もうひどい。いつ見たのじゃあ。どうせ私が寝てる間でしょ。はい。んちゃん痩せて可愛かったね。うん、いいよそういうので。なんかさ、ごまかそうとしなくていいよ。うん、あーびっくりしたねえ、ほんと本当に無理パリピの音ね、ほんと本当って本当にびっくりした。パリピの音本当に、もうやめてね。え、スタンガン持ってきたこれベルもめっちゃびっくりしてたよね。ほらもう隠れちゃった。ベルもごめんなさい